気象庁は4月23日から5月22日までの1ヶ月予報を発表しました。まずは気温の傾向から見ていきましょう。全国的に気温は平年よりも高く、4月中は特に高い予想です。来週から始まる大型連休の期間中は晴れると気温が上がる見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、屋外で長時間活動する場合にはこまめな水分補給など熱中症対策を行ってください。北日本では5月に入ると平年並みに戻り、高温傾向は落ち着く見通しです。続いて降水量です。西日本から東海、関東甲信は湿った空気が流れ込みやすく、平年よりも雨の日が多くなる見込みです。この先1ヶ月の降水量は平年より多い予想となっています。九州から関東で梅雨入りするのはまだ1ヶ月以上先ではありますが、前線の活動が活発になったり低気圧が発達した場合は大雨の恐れもありますので注意が必要です。全国的に気温は高く、西日本や東日本では降水量が多くなる予想となっています。暑さ対策や大雨の備えは今から確認しておくと良さそうです。この先も詳しい気温やお天気情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。